さあそれでは一般社団法人アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺います。久美子さん今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ12月1日はいはいもう今年も残すところ1ヶ月となりました。本当ですね。はい思い残すことはありませんか。<laughs> ああ <laughs> <laughs> なんかすべての今日の時間を使いそうな出だしですねうもうねよくになんか早かったようで、はい、あっという間じゃなかったですかゆきさんあっという間ですね,ね<え>つい最近今年の新年創作の会だったような気がします <laughs> もう今年特に自他協楽っていう言葉をですねもう、はい、たくさんの方たちが口にしていただいたので私自身もどんどん根付いてってですね、うん、なんかもったいないなぐらい えー、もう1年テーマ終わるのもったいないなそうそう来年もしたいぐらいになった気持ちにいますね。えーうんまあ、小美子さんは毎年新年にその年のテーマを1つや2つ3つ私たちに伝えてくださいますが、うん、それが1年で完結ではなくて、はい、ずっと今までも続いてリンクしてきているというふうにおっしゃってるので、はい、まあ来年どういう形にねでた協力がつながっていくのか、はい、今となっては楽しみです。 全くですね。ある程度もう決まってるんですか。決まってます。あ、とうとう。はい。ただテーマはこれっていうのは出てきてないので、うん、あの今のところの方向性とかストーリーは、はい、頭の中はもう決まってます。うん、そうですか。はい。あのー。 毎月このラジオは配信してますけれども、はいええ、前回ね、まあ十一月初旬から中旬にかけて海外旅行です。はい、まあそれが何らかの経験になって、そのテーマも進むんじゃないかなんておっしゃってましたけれども、はいはい、どうでしたか？いや最高でしたね。うん、はい進みました。えっとアメリカに行かれたんですよね。はい、アメリカ行ってきました。はい、ニューヨークに最初降り立ちまして。うん 2>, えと2泊しましたからねニューヨークねうわ結構ゆっくりできましたね <A> はいどんなえでしたかあの皆さんがニュースで見るえですよ <laughs> 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 じゃあ私もあの、はい、イメージ通りええ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 えでええ、ね あの年末アメリカに、うん、年末じゃない11月にアメリカに行く機会があるので、はい、ニューヨークに行きたいというふうにおっしゃってましたけれども、はい、どうでしょう行ってみてはいあの目的通りというよりもやっぱ目的はあの近代美術館も間に行きたかったのでそれはもう素晴らしく達成しましたねうーんよかったですそそれはその もまあ美術館の作品群が良、はいはい、かった。そうです。あのどうしても見たかった絵がそこにしかないので。はい。それを見に行きました。うん。ちなみに何という絵ですか。それが言えないですよ。分かった。それが来年の新年創作の回ですね。テーマにつながってるんですか。そうです,そうです。はは。あのもともとそのニューヨークに行きたいというふうに今回思われたのはなぜ。うんうん、その絵を見に行くためです。あ そうなんですね、はい、でその絵を見に行こうと思った時に、はい、それが来年新年創作の会のテーマになるって思っていらっしゃいましたか思っていたというよりも、はい、8月ぐらいからこう仕込みがあるじゃないですかっていうかアンテナを張らしているので。はい、来年のテーマに向けて準備でまあもう、まあ、私にとっては嬉しいことにまた絵画だったんですよ。 出会いが8月の、うんはい、なのでうわーと思ってでもちろん本ももちろん読んでましたしいろいろやっていてであこれはニューヨークに行かなきゃってなって、はい、そしたら本当にこれはですね私が行きたいことを別に行こうって言ったわけじゃなくてあの伊藤夫婦の次男坊が留学しているからアメリカに行くんだけど。 っていう話がもちろん出てたので、はい、あ、じゃあニューヨーク行けるじゃんって密かに思って狙っていたら。うん、龍一さんっていうご主人の方から、僕はニューヨークに行きたいって言ってくれたので。おお<ー>。それで行けることになった。なるほど。はい、じゃあ、ちょっと思い温めていたものが、うん。うん、現実家と。そうです、そうです。こう、スパン、スパン、スパンとやっぱ決まっていくんですよね。うん,う,んうん、うん、うん。なので、うん、ちょうど良かったんです。 ねはい、しかも、その絵を見たいということが目的だったのに、うん、さらにその先、うん、何かあの久美子さんが掴んだものがあるということですよね。うん、そうですねやっぱりあのそれにまつわるストーリーがこう真実になっていくというか自分がビジョンしたことが現実化してくるというか向こうからやってくるというかそういうことの連続なのでここ1ヶ月。うん、はい なので、あこの新年は2024年もこれでいけるなっていうのは決まってきました。ビジョンしたことが現実化になってくる連続だ。はい、ちょっとそこもうちょっと詳しくお伺いしたいんですけれども、あのいやその来年の新年創作の会のテーマに関してではなく、はい、はいはいはい、そのビジョンしたことが現実化になるはい、はい。ええ 今まででもね時々お話になってますけれども、うんうん、そのビジョンは具体的に、うん、じゃあ絵が久美子さんの中に浮かんであるのか、はいはい、それとも言葉化されてるのか絵ですね。であのー、今回ほんと難しくて行き,たか行きたい場所が実はスペインだったんですね。うん。だけけど、スペイン行なないな 思っっってていいたたのでで、はい、アメリカは行けるなってななじゃないですか、えー、だから2か所行きたかったわけですよ。はい、そしたらスペインに代わりに行ってくれた人が現れたんですよ人生に私の。うん、なのでそこに行ってくれてその材料をもらってきてくれたんですその人。あなるほど頼んでもいないです <laughs> <laughs> じゃあスペインに行って久美子さんが何かやりたかったこと知りたかったことを別の人が、はい。行ってて。 はあ、でその人が持ってきたんですなる <laughs> 私が見たかったものをへえ<ー>でじゃあその見たいと思ってたものを、うん、小美子さんは自分が見てるところをイメージされてビジョン化されてた、うん、そうです,そうです、はあ。 それはどううでしょうかその繰り返しずっとそういうイメージをされてたんですかそういうイメージというのはなくて、はい、その本を読んでいてうわここ行ってみないと分かんないなとかこれを見たいなとか、まあ、それも絵画なんですけど、うん、でもスペインかなんかこう <laughs> 憧れる感じでちょっとあこれ見たい,見た,い見たらこんな感じっていうようなやっぱ本物見ないと分かんないよなとか。 はあ、特に絵画は絵画が訴えてくることがあるので、えー、本物はだから絵と喋りたいわけですよ。うんはい、なので本物を見に行きたいでですねなるほど、はい、でそのビジョン通りに運ぶようにポンポンポンと話が進んで、うんはい、スペインのこともアメリカのことも、はいはい、久美子さんにとっては、はい、ま必要な情報体験が。 情報はもうすべて揃いました,たあとは私の創作のみですなるほどはいですまあね具体的には、うん、来年の新年創作の会で、うん、久美子さんが話をされてそしてテーマをお話になると思いますのでじゃあお話はその辺にしといて本当、ね、楽しみに待っててくださいいやもう本当なんか <laughs> ヒントだけ、ポロッポロッと聞いてるのって、本当ムズムズしますね。そうなのよね。てう私が一番ムズムズしてんのよ。どうしてですか?。え、でも、出てこないんだから。あ、それを話を組み立てるの。まだ今から。これからだから。いやー、でもめっちゃ遅いんだよね。でも、楽しそうですね。いや、楽しいです。はい。この、この作業は、海の苦しみがさ、一番好きですね。 それはなんかそのさっき言ってたビジョンをしてそれが現実化するっていうような作業はないんですかあのね言語化するっていうのは普遍的な言葉を使わなければならないので私だけ感情的にとか思い熱意あっても通じないんですよ。えー、なので大変なんですよ。 今でも思ってますよ。な、新年の創作なんか重要ですかって思ってますよ。私はすごい重要だし、楽しいけど、やっぱ。聞きに来てくれる人にやっぱ満足あるようにっていうのは、まだまだ未熟ですからね。うん。だから、ここからの作業がちょっと大人の作業っていうんですか。うん。ちょっと大変です。なるほどね。うん、やはり、その。ある一定数の方に伝えるためには。うんうん 自分の中の満足の実現化だけではない,い、うんうん。ないです。だって自己満足のオタクじゃないですか。ただ。<laughs> そうなっちゃいます、ね。<laughs> はい。もうすでにそうなんですけど。いやいや、なるほどです。はい、そして、その来年の新年創作の。回のテーマにちょっとは関わってると思うんですが。はい、キルケゴールですよ。はい、そうですね。はい、はい。いいですね。ま、キルケゴールの本が出ますんでね。来年。はい はい、うんで少なくともそのテーマにもやはりちょっと絡まってますてはいもちろんですはい。もう久美子さんが、まあ、数年にわたって書いていらっしゃいます「キルケゴールの教え」だ、はいたいこんな本になりますというのが見えてきましたね。そうです、ね、はいうのイメージも出来上がっっててると出来上がってます具体的にどんなものかちょっと教えてもらうことできますか あのサルトルの教えのもちろん同じ実存主義の祖なのであの元々の源がキルケゴールなのでシリーズ化するっていう感じですねなので同じような色違いの表紙になるんじゃないかと今のところなるほどはいそういう設定ですもうすでに出版されています、はい、超解釈サルトルの教えまあもうね手元にあるという方多いと思うんですけれどもあの本の まあ、デザインがそのまま継承されていて今後シリーズ化になるんじゃないかというぐらいのものになっているのやだってまあぶっちゃけ「サルトル」っていうところがキルケゴールになって <laughs> <laughs> ちょっと色が変わったっていうふうになると、うん、それはもうなんかシリーズ化で何冊かこう並べたくなりますよ。

<laughs> まあでもその前にキルケゴールの教えが、はい、え来年の1月に出版されます。はい、で、まあそれに向けて、はい、多くの方々に知っていただきたいということで、はい、クラウドファンディングをされていると、はいはい、あスタートするというちょうど明日1、はい、2月2日からクラウドファンディングがスタートします。ね、はい、まあクラウドファンディングは、うん。 まさに自楽ですねね、うん、という話は、ねはい、以前あの会員限定のラジオの番組でお話しいただきましたが、はい A、まさにそのクラウドファンディングを、うん、久美子ささん自身が発信されるとそ、うんはい、そうですそうでですす、うん、やっぱり哲学っていう学問ではない日常が哲学なんだっていうことをお祭り的にやりたいのであ<ー>それで名前も「フィロソフィー・フェスティバル」ということで。 フェスをやります。フェス。まあでも楽しそうだからいいですね。楽しくやらないとねこれは。確かに。でまあ明日からスタートするクラウドファンディングですが、まあねクラウドファンディングというとなんて言うんでしょうかリターンですよね。それを楽しみに皆さんねされますけれども、もう大体決まりました。はい大体今申請中ですけど。あそうですか。はいだから12月2日にはもう。うん ピシッと決まって皆さんにお披露目できると思います。えっと今ちょっとこんなんっていうのはあまり言えない。いや言えますよ。ちょっとだけあの一緒に美術館に巡りに行くとか。ええー。あとねオタク的哲学対話とか。<laughs> フェスティバルは面白そう。フェスティバル屋台ですから面白いですよ。えー、あとはほら円卓お食事会とか。なるほど。やっぱシンポジウムみたいにねあのいろんな話す。 会会ととかかランチ会とかそういういのももちろん入れてます、うん、わー、はい、じゃあそのキルケゴールの本を買って、うんはい、読んで、はい、それに関して久美子さんといろいろ話せる機会のようなものになりそうですよね。あのそういう会もありますし別に読まなくてもお祭りなんであ<ー>もう楽しみに来ていただいてもいいですし。へー いやー久美子さんとその絵画を見る会なんてどうなっちゃうんだろうと。これはね私が言うのもなんですけど楽、はい、楽ししいいと思いますすすそそう、はい、楽しそうででかただね美術館の中では喋れないから <laughs>、はあ、やっぱ終わった後ちょっとお茶会みたいのしないと。 なるほどです。はい、まあそういう楽しいリターンが揃う、えー、クラウドファンディング、はい、明日からスタート。そうです。そして1月の28日までそ、はい、うとですよね。はい、はい。でこの1月の28というと、はい、あのー、来年の新年創作の会で確か名古屋で、はい、そうです。名古屋会場です。なんかその後に企んでいらっしゃるんでしょうか。そうです。その後終わってからね。はい。あの皆さんでお祭りですから最後はなんか見越しが <laughs> だんだん入ってくみたいなのクライマックスあるじゃないですか、えー、そんなのをライブ配信しながら、はい、皆さんでゲスト呼んだりして<ー>お祭り騒ぎを23時59分までやって達成みたいなえ、23時59分ってもうその日 <laughs> あのギリギリまでお祭りをするってことですかそうですそうです、はい ええいやいやそれはまさにフェスティバルフェスティバルですかなるほど、ね、やりますよはいえクラウドファンディングフィロソフィーフェスティバルはい明日十二月二日から一月二十八日まで、はい、キルケゴールの教えを皆さんに広めるというクラウドファンディングですはいもうぜひね皆さん楽しんで参加していただきたいですね、うんはい、本当です嬉しいと思います、はい、まあ、今日あのラジオ配信ですけれどもそのラジオのページにはえリ、うん リンク貼っておきますので、はい、皆さんお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回も一般社団法人 AI アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。